ジュンパジュリナジ、あ、そう、松井ジュリナプレイングマネージャーと力を合わせて大きなグループに、いやびっくりしました、ジュリナさんプレイングマネージャー、どういう意味ですかこれ、ジュリナセンターって、いやどうなんかね、どういうこと、だから配信来てくれたのね、え、そう、もう前日前々日ぐらいにやった TikTok ライブでめっちゃジュリナさんがコメントしてくれた日があって、めっちゃ急にめっちゃあのなんかジュリナさんの仕事終わりに、そう TikTok ライブに遊びに来てくださったことがあって、そう、その時ちょうどジュリナさんが急に来てくれ、なんでだったんやろうって思っとったら、そういうことか、知らんかったです、本当に知らなかった、びっくり。まあでも一期生になるわけではないんかな、ですよね、どうなんだろう、一期生にはならんらしいよ、一期生にはならんのか、全然ジュリナさんのこと知らないので、あ、知ってますよ。ジュリナさんが、ジュリナさんが、あの、大声ダイヤモンドをセンターしたりっていうのは知ってるんだけど、あの、なんだろう、あんまりお話ししたこともなくて、そう、あの、リクエストアワー、リクエスト、AKB のリクアワーがあるときに、めっちゃ挨拶したり。うん、あんまり面識がなくて、てか KLP 遺跡のお話とか話し合う過程では全然そんなことは全く聞いてなかったので、サプライズ、びっくりですね。一番偉い、わかんないです、全くサプライズだったので、みたいな感じかもね。ああ。でもどうなんだ。マレーシアに住むのかどうかも知らんし。確かに同期ならため、確かにど、もし同期だったらジュリナーってそれもやばい。でもだって私が地方って言うのと一緒だよ。え？一期だったら。お水取ってくれ、ちょっと見せて、本当に今ピーチなんよ、わざとジュリナに言える、うん、お水取ってっつって、言えないね、言えません、多分しばかれるよって書いてある。どうする、ココアなら誰とでも仲良くやっていけるし大丈夫だ、上下関係厳しいって、上下関係厳しいんだったらなおさら、もし同期だったらそれこそ敬語使う方がおかしいもん、同期だったら、あのなんて言うんですかね、まだ説明ないもんね、うん、説明が全くないし、プレイングマネージャーっていうものがっていうことが分かんないので、これからよ、まだまだ、だってまだ STU だもん、あんた、うん、そうよ、みんな、私まだ STU48 です、なせばなる、なさねばならぬ何事もですよ。でも頑張りますね。心配してくださってありがとうございます。